まあ、多くのチャンスがある中で決めきれなかったっていうのは今後の課題でもありますけど、まあ、僕たちはボールを保持する時間が多い試合ってのはあんまなかったんで、まあ、今回はボールを保持する時間が多くて相手が引いてきたっていうのがあって、まあ、そこでそういう相手にどういうふうに崩すかっていうのは、まあ、今後もチームみんなで話し合って、まあ、そういう試合が来た時に自分たちが解決方法をすぐ見つけられるようにやっていかないといけないなって思います。まあ、前半ちょっとクロス上げる本数が少なくて、監督にもう簡単にクロス上げて、中は枚数いるから簡単にクロス上げてくれっていうのを言われてたんで、クロス上げようって後半はちょっと意識してやったら、まあ、相手も僕のところにあんまりプレッシャー来なかったんで、クロス上げる本数が多く、自然と多くなりましたね。まあ、負けないっていうことはものすごく大事なことですけど、やっぱり、勝たないといけないっていうのが僕たちの中ではやっぱり目標として、勝つっていうのが目標としているものなので、まあ、開幕から3試合連続引き分けっていうのはすごく悔しいですけど、まあ、でも全然ネガティブに捉えずにポジティブに捉えて、まず負けることなく次の試合をしっかり、勝ち点3を取りに行ければいいなと思ってます。